XP4Y-1 これ軌道飛行する。XP4Y-144705 号機。XP4Y-1 これ軌道は、アメリカ海軍向けに、コンソリデーテッド社が開発した、総発飛行艇。社内名称は、モデル31。洋上紹介用として1機が製造されたが、製作の遅延とエンジン提供の遅れから採用されず、 200機分の量産機の発注もキャンセルされた。愛称のコレキドウはアメリカが同時代に領有していたフィリピンにあるコレヒドール島のことである。コンソリデーテッド社のモデル31は全金属製の機体で型持ち式の高アスペクト比の主翼を高翼配置とし、髪型に反り上がった後部胴体に総垂直尾翼と方向打を備えていた。 主翼仮面には引き込み式フロート2つと新型の R-3350 製型エンジンを2機装備していた。民間仕様では内装52名分の座席、または28章の寝台とすることが可能であった。モデル31は1938年にコンソリデーテッド社によって設計が開始された、軍民双方での使用を考慮された新型の飛行艇であった。 モデル31の試作機は1939年5月5日に初飛行を行い、優れた性能を発揮してみせた。1941年12月8日、真珠湾攻撃によりアメリカが第二次世界大戦に突入した頃、ちょうどテストが終了したため、アメリカ海軍はこの試作機を購入して y、XP4Y-1 と命名した。この機体は機種、機 胴体背面の重頭と4000ポンド分の外部、搭載能力を、紹介機として追加され、試作機に改装された。1942年10月に200機分の P4Y-1 が発注されたので、生産のために、コンソリデーテッドは、新しい航空機工場をニューオーリンズに建設したが、試作機の準備の遅れとライト製、デュプレックスサイクロンエンジンが、 B-29 スーパーフォートレス爆撃機にも使用されていたことによるエンジンの不足によって発注はキャンセルされた。建設された工場は、プビー・カタリナ飛行艇の生産に転用された。軍での試験の前に民間登録記号 NX21731 を付けて飛行中の XP4Y コレギドの試作機 XP4Y-1 コレギドを出展。 ザイラストレーテッドエンサイクロペディアオブエアクラフト1985オルビスパブリッシングページ1194初言性のオブソー。ありがとうございます